はい、えー。皆さん、こんにちは。えー、毎朝、えー、お届けしております、えー。リフォームお役立ち情報、リフォーナビの時間です。お届けするナビゲーター、私、リフォームの達人プロデューサー、山崎徹です。えー、今日お届けするのはですね、えー、クリーナップ、楽エラー。あの、私の番組は,、えー、番組はですね、えー、多くのまあ世の中、例えば楽エラを、あのーをお届けしている、えー、動画あります。全部見ました。全部見てですね。 普段私自身はリフォーム会社の,まああの研修、それからまあ各今までのまあメーカー、それからマンション、デベロッパー向けのまあ日本一のターマンションを手掛けさせていただいたり、ですねそれからまあ最近で言いますとお値段以上のリフォーム事業、ニトリさんでの10年間でのリフォーム事業の立ち上げに携わせていただきました、普段こういったですねまああの事業を、新規事業も2つやっております。 各企業の研修を多くさせていただいている中においてリフォーム会社の営業マン、それからこれからリフォームに携わる会社さん、それから新人の方向けに役立つ情報というのもお届けしたいなと思っておりますの、ね、で、ぜひそういった内容で目見ていただければと思います。でですので例えば本当に あの一般的なお話よりはちょっとこうマニアックな情報もしくは、えー、歴史的なところを踏まえて、えー、販売の仕方をちょっと視点に置いてますのであのー、まも、あ、ちろん一般のユーザーの方家庭で YouTube でやってますの、ね、で見れますけれど、えー、見ていただく分にはちょっとこう業者向きですよということだけご理解いただければと思いますはいえー、では早速行きたいと思います、えー、まずこのクリーンアップさんまあ、クリーンアップさんというのはもうあの言わずと知れた えーまあ、システムキッチン,キッチンの、まあ、専業メーカーさんということになりますもちろんユニットバスやトイレお風呂いろいろやってますが、まあ、やっぱりこのシステムキッチンが売れるというのがもう一番の主観に置かれてますし、えー、事実売上げの構成としてもここがやっぱあの本丸だと思うんですねで、えー、一番大きいところで言うとあの他の動画でもやってますがステディア現実には二十数年前に えー、クリーンレディという商品がステディアって最近変わりましたけれどこのオールスライドの商品を、えー、開発された日本で一番最初にすべてオールスライドですよというのを一般的な、まあえー、中級価格帯で、えー、販売されたのがこの、えー、クリーンレディという商品クリーナップさんの出された商品でしたで今や、ね、どこの基地メーカーもこの、えー、オールスライドになっているんですが実はこのクリーンレディ今ステディアって言ってますけれどもこれがですね えー、他のメーカーもどんどん,どんどん真似をしていて、実はこのいわゆる普及品と呼ばれるもの、どれぐらいだったかというと、二十数年前はレールもです、ね、今の、まあ、金属レールではなくて、ちょっとこう安っぽい樹脂レールみたいなものがあったんですけど、流し台よりはちょっと上、えー、これがです、ねえー、ラクエラという商品で、えー、金属レールでオールスライドのものを出されたというのが。 えー、記憶してるところですねでこれはもうロングヒットしましてで、他の業界もそうだと思うんですけれどもどん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 このピラミッドで言うと下の裾のここが良くなる例え,ば、うん、例えばあれかもしれませんど車で言うと軽自動車これがどんどん,どんどん今大きくなってデザイン性も良くなって安全機能もついて要は上の機能が下に来たってありますよねこれ見てもらうともう昔で言うと高級システムキッチンですよね。で 要は、このクリーナップスさんにとって下のグレードのところにこのクリーンレディの下の商品をどんどん持っていったということで実はクリーンレディがもうちょっと売れなくなったぐらいなんですよね。というのがどうやって上に持っていくかちょっとバリエーションを変えるというのがありますよね。例えばこの機器はあらゆるレンジフードのこの部分はこっちにしか持っていきませんこの人工大シンクはこっちにしか持っていきませんこの扉の色はこっちしかありませんとかいうふうにやって各まあ あの商品っていうのはいわゆる相乗り、えー、要はこっちのシリーズのこのグレード感はないですよだから上に行きましょうみたいなことってやっぱりあります、えー、ただし、この楽エラというものはですねやっぱり非常にリーズナブルということがありまして機能がどんどん,どんどん拡充していきました、扉もかなり今、増えていますしあとキャビネットのスタイルも変わっている、ここがやっぱり一番大きいかなと思います。 えー、例えば、まあ、天板であればですね先ほどちょっと出てましたね、こういったおしゃれな天板になってますし、デザイン性も実は楽ラ,ラって最初、ちょっとかっこ悪かったんです、何がかっこ悪かったかというと、これ見ていただいたら分かるですオールスライドになってますが、普通システムキッチンっていうのは、ですね、まあ、あのスライドがあったとすると、 この部分に、けこみと呼ばれる、まあ、10センチぐらいの、は木のような、こう、あるんですね。けこむ部分。ここはへこんでるんですけど、ラクエラは下段の2段のこの部分全体がけこんでへこんでるんです。このデザインも最初見たとき、かっこいいなーってデザインがあったんです。それはなぜか、あえてですよ。あえて、上のクリーンレディと差別化をしてたわけです。それがですね、どんどんどん、どんこのラクエラ自体も、そのデザイン性を、 えーまあ、よりシャープな感じにして、これ見てもらうと、今はかっこいいですね、おそらく業界の人は、えー、昔からやられてる方は、昔の楽屋はデザインっというふうに言われます、それがおしゃれになって、今やここまで進化したということですよね。まあ、ビールもそうですよね、えー、実はビールというのは、外の店舗で行けばビールですけど、家飲むときにはです、ね、発泡酒、いやもう第三のビールだということで、出荷がどん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 伸びました。 どういった商品でも、まあ、一般化コモディティ化化というんですが一般化されていくというものは例えばウォッシュレットの世界 TOTO さんの分でも上の高級シリーズのものがどん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 ん下に下がっていく、えー、洗面化粧台でもしっかりですよねそういったことが、まあ、システムキッチンの世界でも楽エラーはあったんだろうということです,ですから結論的に言うともし一番リーズナブルなもので、えーまあ、コストパフォーマンスがいいもの といえば楽エラーになりますそれはもちろん、例えばビールもそうですよね。ビールの味がして、一番安くてリーズナブルなものって第三のビールだと思うんです。えー、まあ、銘柄はいろいろあると思いますけど、金麦がいいという方もあれば、えー、赤いあのラベルのやつが好きってありますよね。だけど、実際にシステムキッチン、何が一番いいのというふうに言われたときに、やっぱり一番いいのは、 高級シリーズの一番自分が気に入ったものはもちろんいいけど皆さんが知りたい一番いいのは何っていうふうにお客さんが言われているのはコストパフォーマンスがいいということなんじゃないかなと思います予算が今これしかなかったとしたときに一番いいという面で言うとそういったまあ楽エラっていうのはいろんな扉が選べていろんなまあ工夫がされているロングセラーしてるだけあってですねどんどん品揃えが増えてますからなかなかできないことがないということだと思います とということで、えー、例えばこういった、えー、天板も、えー、コーリアンカウンターという昔でいうと一番上のこのピラミッドでいうと一番上にしか、えー、採用されなかった天板が採用されています。えー、これも特にあのグレードアップすることですけれどもそういった、えー、バリエーションが増えて上の、まあ、クリーンデリーが売れなくなったとっいうのはやっぱりこの辺がいろんなことができてしまうがゆえにですよね。レール自体も昔は 金属レールでフルスライドじゃなかったんですけど、今もフルスライドも両方いけるんですよね。でえ、フルスライドのレールがまあ基本的に売れている。で、ショールーム行くと、そんなに当たり前ですが、えー、展示ないです。スタイル、えーっと、そういうふうにショールームっていうのは、一番売りたいものを置いてます。例えば、一番こう売れているものを置いてるわけじゃないんです。これ、不思議な話ですよね。えメーカーーカがまああのリフォーム会社、えー、住宅会社社住宅そういったにに実際に えー、ショールに来ててもらってタンクアップしたいわけですよねそういったところでいうと、えー、置いているものは、えー、そうですね、えー、ステジアの方が断然多いですし、えー、その上のクラスでさらに置いているメーカーさんいろいろありますが実際のこの裾野でいうとこの、えー、普及品と呼ばれるもの。 ただし、今は普及品ではありません、これ、昔のさっきの車と一緒です普及品が今は中級品になりまして、これが一番の売れ筋ということで、リフォーム対象も今、6年連続1位だったかな、なでんで1位になるか、これはなぜかというと、リフォーム会社が一番まあ使っているからだということですね、使うというのはやっぱり予算ありますよね、そういった面で言うと、まあ、いえば株と一緒で、本当に一番優れているかとは別です。 一番優れてるから、一番売れてるんではなくて、ですね一番みんなが、まあ、使いやすいから、もしくは一般的にコストパフォーマンスがいいし、みんながいいと思うからみたいなところがあるということだと思います。ということで、えー、簡単に、まあ、あの商品はです、ね、もうあの他の動画でもあるオールスライドでありますし、えー、そういった内容というのはあの動画等もいろいろあるんですが、私が言いたいところはちょっとマニアックなところがいいと思います。例えば キッチンの高さ、身長割る2、えー、プラス5センチ、ですから160の人だったら割る280で5センチ、えー、85ってあるんですが、えー、カウンター高さっていうのは、です、ね、80、85、90、3つあります。ということで、事実、下のところっていうのは2リットルのペットボトル、ここ入ってますよね、ここにね、見えますかね、ここ入ってるだと思います。 えー、2リットルのペットボトルが入るということで、これはあの、お水を入れるんじゃないんですね、よくなんかあの、2リットルのペットボトル入りますよっていうふうに言ってますけど、ペットボトルを、まあ、システム基地に入れてる方いらっしゃらないです、むしろあの油とか醤油の柄のついたボトルありますよね、2リットルの、特用のやつ、スーパーのコーナーでいうと下段に置いてるやつですね、あれが入ります。で、えー、特にまあコンロの下とか、えー、収納のところに入れたらいいんですけれども。 これが気をつけてもらうのがキッチン高さが、えー、80にしたとき一般は大体85ぐらいが売れ筋ですけど80にしたときは先ほど申し上げたように普通は毛込みの高さで調整するんですけれど毛込、えー、みがありませんでも一体になってますね下段のこの部分,こ,の部分がここを調整します。ということで結果的に、えー、下に2リットルのペットボトルが入らないのでこの通る足元収納ここですよね。 ここの部分が高さを注入することによって変わってきますよという形で気をつけていただければと思いますね。はい、それと、はいえーまあ、実際にビサイレントシンクということで普通のシンクではなくてです、ね、傷がつきづらいそれから汚れが取れる、まあ、これもオプションでいろいろあります。ですので、まあ、あの多くのことはですねこの、えー、やりたいなと思っているところっていうのを オプションで追加していくと中級グレードになるということですよね。だから一番リーズナブルなのはここにありますけれどどん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 オプションでこの B サイレットシンクしたいよとか、ですね、えー、例えば収納であっても、ですね先ほどオプションで出ていた、この内引き出しのこの収納をつけたいよとか、上のツリりトの部分を、えー、ハンドブームのこういうのつけたいよとかですね、こういうふうにどん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 やっていくことによって、まあ、幅が広いと。 ですから、私が一番最初に言った、一番何でもどんどんできることによって、このピラミッドの中の本当は底辺だったんですけど、上を食べてしまうぐらいのグレードの商品。じゃあ、どういうことかっていうと、この商品をグレードアップするのが、本当は今のシステムキッチンのすべ、えー、てのことがほぼできるというふうに考えてもらったらいいんじゃないかなと思っているんですね。例えば、これもそうです、えー。リフォームをするときに、普通はですね、 マンションの中で直管と言われる、戸、まあ、建てじゃないでしょ、えー、コンクリートにこう、えー、スラブと言われるところからこう、配管がまっすぐ下から出ている場合、ここですね、ここ、真ん中、奥だったらいいんですけど、ここから真上に出ている場合、どうしても引き出しにがっちンとして、えー、今わゆ開き扉にしなかった、できなかったものを、こういった配管のところ、ピンク色の部分ですね、ここで振り分ける。 そうすることによって、中のところでリフォーム配管をしてあげて、ですねこんな感じで振り回す、これがもう本当に普及レベルであるはずもなくですね、でさらに細かいですけど、収納のとこを手前はペットボトル、2リットルのペットボトルを受けて、奥はちゃんと収納のこの配管に逃げている、これはもう楽エラならではだなという感じの考え方になりますね。 通常の、まあ、ここ書いてますかね、ちょっと見えないかもしれないけど、開き扉と引き出しのところに変えれると、これもう本当にバリエーションの良さですよね。あと好きなところで行くとですね、例えば、えー、奥行きも60の品揃えも持ってますし、もちろん耐震ラッチも扉をつけたいつっ,ったと時もできますし、そして、えー、ガスコンロ、IH コンロ、あと針太陽キャビネットもありますよね。ここちょっと今出てこないかもしれませんけど、これ出てくるのかな。はい えー、ここで,あこれできません、張りかきのできるもの、それから、えー、上の天井の隙間、そして上のところ、えー、とですね、この辺でね配、配管のところ、天板が伸びたときに伸ばしてあげて、スペーサーで埋めるということで、今日お伝えしたかったのは、この、えー、ラクエラという商品の特徴、なんなのかというと、 やっぱり品揃えが全部システムキッチンに必要なものをこういったバリエーション全部持ってるよということです。で、オプションを追加していくともう中級の商品と何ら変わらないぐらいようなグレードアップができてしまうこれがやっぱり楽屋の凄さだと思います。ここれ見てららっい高級キッチンでですよよねということう、えー、考え方によったら えー、誰でも売れるシステムキッチンだと思いますリフォーム会社の知識なくても価格リーズナブルですからでそこの中のバリエーションでどん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 、えー、欲しいなって言ってる商品あそれもいけますよって言って提案できる楽やらそのすごさかな。 業界の中で一番売れている、えーまあ、リフォームの商品だと思います。一番売れていることイコールが一番優れているとはまた違いますよということは先ほどお伝えした通りです。ただし、やっぱりこのロングセラー商品の強み例えば、車でいうとカローラずっと売れてますよね、一番いい商品でしょうか。確かにカローラいい車ですけれどただしそこ以外の、えー、グレードの、まあ、良さ何かこう、えー、システム基術の楽しさ 凄さみたいなものはまた他の動画を見ていただければと思います。今日お届けしたのは、ラクエラの、えーの商品ってどういう位置づけなのということで、他のまあちょっと動画と違いますが、えー、品ぞええー、このバリエーション、えー、ここがとにかくすごいというラクエラーのことを ご紹介しました以上私の動画でですねちょっと、えー、一般的なお話ししないようなリフォーム会社向けの商品それから、えー、マニアックなお話を特にしてますのでぜひチャンネル登録、えー、気に入っていただけましたらしていただいて高評価いただけるととても嬉しいです以上リフォームの達人プロデューサー山崎徹でしたありがとうございました